皆さんこんにちは、今日は、ダンベルを使ったデッドリフトをやっていこうと思います。ダンベルなので、自宅でも簡単にできると思うのでぜひ皆さんもやってみてください。まず、ダンベルを持ってもらいます。うちの会はとりあえずジムなので、パワーブロックあるので重さの調整はできるんですけど、自宅でやる場合は、女性でしたら、10キロ以下、男性だったら10キロちょっとぐらいの重さのものがあると、効かせやすいと思います。まずデッドリフトなんで、もも裏、ハムストリングス、お尻、腰周りの脊柱起立筋、広背筋あたりがメインなんですけど、ダンベルなんでお尻とかを特にターゲットにできるといいと思います。重さがあまり揃わないと思うので、まずは、このように持ってもらって上げます。横からいきますね。お尻をしっかりと突き出して上げる。視線は約3メートルぐらい前を見るような感じで落としていきます。膝は、基本的には軽く緩めてお尻をどんどん後ろに持っていきます。これがデッドリフトです。ここから、さらに、お尻だけにしっかり効かせたいよというパターンの場合は、重りがやはり用意できないとなかなか効かせるまでに時間がかかってしまうので、あえて、伸ばしきりません。ここまでで止めて、このように伸ばしきらずにデッドリフトをしてあげると、このように伸ばしたらここで楽になっちゃうんで、ここで止める、ここで止める、やってあげるとかなりお尻にだけに、刺激が入りやすいと思うので、ぜひダンベルで皆さんもやってみてください。